い、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、久しぶりにチットチャットをね、撮っていこうかなと思います。ではレッツゴー。はい、ということで今回ですね、久しぶりにチットチャットを撮っていこうかなと思います。なんか話しながら化粧をねしていく感じなので、これ見ながら一緒に化粧をねちょっと試してみたりとかしていただければと思います。はい、ということでメイク始めていきます。今回はですね、私が大好きなマックさんから新商品が結構いろいろね今出てるんですよ。今日これ4月の1日に撮っているんですけど、今日からオンラインで先行発売が開始されているこちらのパウダーキスシリーズのキットリップカラーとパウダーキスのアイシャドウなんですけど、これが今日からオンラインで先行発売になって、全国発売が4月の3日からなんですが、今回はちょっとこちらを使っていきながらメイクしたいなと思って、もう一つマックから最近出たものがあって、このグロープレイブラッシュというチークなんですけど、これもねちょっと質感が面白かったりとかするので、これも使っていきながらメイクをしていこうかなと思います。ではまず下地を塗っていきます。タナエクセルラスティングタッチベースの EM でございます。前にもね動画で出てきたんですけど、2種類の下地があって、私今こっち使ってるのが EM って言って乾燥を防いでくれる方の下地になってます。でもう一つが皮脂やテカリをね防止してくれる SS っていう方もあるんですけど、今回はこっちの保湿をしてくれる方の下地を塗っていきます。塗ると少しピンクがかっていて、肌がちょっと透明感が出たりとか、顔色がパッと明るくなります。はい、全体的に塗っていきました。最近あんまりファンデーションを塗らなくてもいいかなって思い出してきて、コンシーラーでちょっと気になる部分を隠すぐらいにしようかなと思います。今日もそうなんですけど、どこにも行かないのでなるべく肌をちょっと休ませようかなと思って、サナエクセルサイレントカバーコンシーラーです。これは私ずっと使っているんですけど、なんか私あんまりコンシーラーについて詳しくなくて、あんまり他のものに比べると色々試したりとかできていないので、正直どれがいいとかっていうのがあんまりわからないんですよ。でもこれ私すごい好きで、しっかりと自然にカバーしてくれるし、あと寄りにくいです。結構このコンシーラーずっと使ってるんですけど、寄れる印象がなくて、しかも3色入ってるんですよこれ。だからまあそれぞれの肌の色に合わせてだったりとか、私今このクマちょっと赤みがかったコンシーラーを塗ってるんですけど、自分の肌の悩みごとに調節できたりとかもするので、ここがすごいいいなと思って、これ私は結構使ってますね。はい、こんな感じでいいかな。ベースはこれで終わりにしようかなと思います。であと先にコンタリングをしていきたいと思うんですが、今回はキャンメイクのシェーディングパウダー01番を使っていこうと思います。マックさんとコラボさせていただいた時に教わった方法でずっとシェーディングはしていて、それをするようになってから本当に顔のボリというか立体感が全然変わってくるんですよね。だから必ずシェーディングは最近はの方法やってるんですけど、私の動画を見てこの方法やってみたよって言ってくれる方も結構いて、いつもよりも全然彫りが違うとか、立体感が出てメイクがもっと楽しくなりましたとか、必ずみんなびっくりしてますね。本当に違うから一度やってみてください。自分の顔でも普段シェーディングなんとなくで入れてたっていう方とかもぜひやってみてほしいなって思います。これはい、こんな感じかな。そしたらですね、いよいよアイシャドウ、マックのやつ使っていきたいと思います。じゃあ先にまずこっちのパウダーキスアイシャドウのストライクアポーズというカラーを塗っていきます。ピンクカラーなんですけど、ちょっとオレンジも混ざったようなコーラル系な感じかな。でパウダーキスって名前の通りちょっとソフトマットな感じのシリーズになっていて、これも結構すごい滑らかでラメが入ってないマットなアイシャドウになってます。こんな感じのめっちゃ可愛い。これをアイホール全体にのせていきます。ちょっと指にとってのせていこうかな。かわいい。手に取った感じは結構しっとりしてるんですけど、乗せていくと本当にパウダーに変化するような感じで、すごくサラサラっと乗ってくれます。綺麗発色も、さっきシェーディングをこっからこう入れたと思うんですけど、そのシェーディングといい感じに馴染んで本当に綺麗なグラデーションが作れます。なんかこれだけで見ると結構明るいからちょっと腫れぼったく見えちゃうのかなって思ったんですけど、全然そんなことないですね。すごく肌に溶け込んで馴染んでくれて可愛らしい色になってます。下も塗っていきます。どうだろう、でも肌にのせると結構オレンジ感が強くなるのかな。アイシャドウ単体で見るよりもちょっとオレンジっぽくなるような気がしますね。肌の色もあるのかな。でもすごいもう塗っててめっちゃ気持ちいいです。なんかもう本当に肌がめっちゃサラサラになる、赤ちゃんの肌を触ってるかのような感じのサラサラさですね。じゃあまずはこんな感じで全体的に塗っていきました。続きましてこちらのパウダーキスアイシャドウデボーテッドトゥーチリを塗っていきたいと思います。こっちはちょっと筆に取って塗っていこうかなって思います。結構赤いアイシャドウなんですけど、目の際から塗っていこうかな。うん、可
かわいい。色の調節が結構しやすいかもしれないですね。今結構ふわっと塗っていったんですけど、ふわっと塗っていくとそんなにきつくない赤になってくれて、さっきのアイシャドウとも相性が抜群です。アイシャドウでグラデーションを作るのが苦手っていう方でも簡単にグラデーションが作れると思います。すごい馴染みやすいです肌に。でちょっと細めのブラシに変えて、今と同じカラーを下の目尻に塗っていきます。可愛いですね。これは結構イエベさんにはすごく似合うような赤のアイシャドウかなって気がします。真っ赤じゃなくてちょっとオレンジがかったようなカラーなので、肌がもともとちょっと黄色っぽいなっていう方とかだったらすごく使いやすいと思います。わかるかな、こっちの方がこうなんていうのかな、より目元に深みが出るというか、すごい今っぽいメイクですよね。ふんわりしてるんだけどしっかり目元引き締めてくれる感じが、頑張ってる感なく自然な感じで目元を強調してくれて印象付けてくれるので、上級者っぽいプロっぽい感じのメイクができますね。こんな感じかなっていきました。じゃあちょっとアイシャドウを目立たせたいなって思ったので、今回ちょっとアイラインは引かずにこのまま行こうかなって思います。じゃあ眉毛ですね。次眉毛がベネフィットのウルトラファインブローディファイニングペンシル6番使っていきます。これ私パケ買いしちゃったんですけど、めっちゃ可愛くないですか。他のブランドではないような珍しい感じのパッケージになっていて、めっちゃ可愛いなと思って買ったんですけど、芯がすごく細くって本当に眉毛一本一本描いてるかのような感じで、自然な感じで眉毛描けるので、私最近これをすごいお気に入りですね。めちゃくちゃ描きやすい。しかも芯も柔らかいので色も発色してくれるし、最近ずっと眉毛は一本一本つけ足すような感じで描いたっていう感じをなるべく見せないように、元の眉毛ですよっていう感じを意識してアイブロウを描いているんですけど、このアイブロウペンシルに出会ってから結構眉毛が自分的にはいい感じに描けてるかなって思います。色も結構濃いめなんですけど、黒すぎず茶色すぎずっていうか、もう私今黒髪じゃないですか。黒髪の方にすごく合いそうな感じのカラーなので色も気に入ってるんですよ。はい、こんな感じですかね。そしたらマスカラをしていきます。メイベリンのハイパーカールパワーフィックスというマスカラを使っていきます。このマスカラも最近私結構使っているんですけど、本当にまつげ一本一本をねしっかりと目立たせてくれるっていうか、しっかり一本一本にマスカラがついてくれて、結構まつげバサバサ系が好きなんですけど、このマスカラはすごい理想な感じでできるので、ほとんど下まつげはこのマスカラ使ってますね。上はまつエクを今してるので、まつエクやっぱハマっちゃいましたね私3回ぐらいまつエク今してるんですけど、本当に楽すぎてメイクの時間が本当に変わるし、まつげがめちゃくちゃ短くてマスカラ塗ってもこんなに長くならないから、すごい今嬉しくて、まつげが長いのがリペア2回ぐらい行ったかな。もう1ヶ月ぐらいでだいたい変えてるんですけど、最初結構濃いめにつけてもらって、ちょっと抜けてきたかなぐらいでちょうどいいぐらいになるかな。最初つけたと結構ボリューミーなのでちょっと濃く見えちゃうかなっていう気もするんですけど、まつ毛やっぱ抜けてっちゃうから、どんどんそれをちょっと見越して、私は最初はちょっと濃いめにつけてもらってますね。ちょっとまつ毛にまつ毛美容液を塗っておきます。はい、そしたら続きましてチークですね。チークはさっき紹介したこれを使っていきたいなと思うんですけど、どうしようかな、どっちもちょっと試してみたいので、とりあえずこっちのグロープレイブラシのソーナチュラルっていうカラーですね、これをちょっと塗っていきます。でこれが面白くって、質感が面白いんですけど、普通に見てもらうとクリームチークみたいな感じになっていて、ちょっとツヤのある感じなんですが、これですね、手で取っていきます。取るとわかるかな、伝わるかな、こうへこむんですよ。今までにない質感のチークになっていてですね、わかるかな、指のところへこんでるのわかりますか。すごいね、気持ちいいんですよ。これがクリームチークなのですごくしっとりした感じで、私はこれを手で取ってこれをポンポンポンとのせていきます。でこれ少しだけラメが入っているのでツヤっと見せてくれるチークになってます。本当に肌なじみも良くって、なんだろう、わかるかな、全体的に広めに塗っていきます。私初めて触った時に、え、何これ面白いと思って、なかなかないじゃないですか、質感が変わったんですね。すごい気持ちいいんですよね、何回も使いたくなっちゃう。私肌ちょっと暗めなのであんまり発色がわからないかなと思うんですが、ほんのりピンクになってくる、あ、こっちの方がわかるかな、ほんのりピンクくなってくれます。ちょっと鼻にも
これだけでも十分可愛いんですけど、ちょっとより立体的にというかじゅわっと色づくような感じにしたいなと思うので、こっちのこれがグロープレイブラシのグランドっていうカラーなんですけど、さっきよりもピンク味が強いカラーを今塗った内側にちょっとだけ重ねていこうかなって思います。これもちょっと手に取ってこんな感じですね。笑った時に高くなる位置にほんのり塗っていきます。やっぱり肌に密着してくれて、でも結構グラデーションも作りやすいです。可愛らしい印象になるかなと思います。はい、そしたらハイライトもちょっと塗っていこうかな。使うのはこちら MAC のエクストラディメンションスキンフィニッシュをダーリンを使っていきます。これをですね、この鼻の T ゾーンと鼻先と顎と上唇の上だけにしようかな。ほっぺのところはこのチークのツヤ感を残したいので、今回はここの C ゾーンのとこには入れずに T ゾーンと鼻先と上唇、顎に塗りました。そしたらいよいよリップですね。リップはこちらの3つがあって、左からデボーテッドトゥーチリとマックマッシュというカラーとオーバーザトープというカラーがあるんですが、今回どうしようかな。リップもちょっとグラデーションっぽい感じにしてみようかなと思います。じゃあまずこのパウダーキスリキッドリップカラーのオーバーザトープをちょっと唇全体に塗っていこうと思います。あ、すごい、絶対可愛い。これブラシは丸になってるのかな、先端は丸になっていて、質感も分かりますかね、ソフトマットな感じで絶対可愛い。これでちょっと唇全体にがっつり塗っちゃおうかな。これは塗っていきます。うーん、あ、可愛い。うん、いいですね。本当にスラスラ塗れる。マットなんだけどしっとりしていてすごいスラスラ塗れるんですよ。乾燥は気にならないし、すごくソフトな感じの柔らかい印象になりますね。外国人のような本当にマットでちょっと唇がふっくらした感じのリップメイクが好きな方はめちゃくちゃいいと思います。このリップしかもリキッドになっているので細かいところまですごい塗りやすいですね。唇合わせた時も本当にスムーズな滑らかな感触、滑らかな質感で何回も重ねたくなるような感じですね。気持ちいいです、すごく。ではこっちにしようかな、どっちにしようかな。ちょっとアイシャドウの色に合わせますか。アイシャドウの色もさっきデボーテッドトゥーチリだと思うんですけど、リップもデボーテッドトゥーチリあるのでこれを塗っていきたいと思います。これをじゃあ内側にちょっと重ねていこうかな。で手で伸ばしていくような感じで、色はこんな感じですね。これを内側に少し塗って、馴染ませる感じ。もう少し塗っていく。うん、かわいい。どうですか？ちょっとより赤みがプラスされてアイシャドウとのバランスもいい感じになったかな。こんな感じです。絶対これベタ塗りしても可愛いわ。重ね塗りしても本当にムラになりにくいですね。すごい自然な感じでしっかりグラデーションになってくれます。パウダーっぽい質感になっているので柔らかい印象のリップメイクができますね。こんな感じで完成しました。メイクいかがでしょうか。このマックマッシュっていうカラーもちょっと手に出してみようかな。これは結構赤ですね。こういう感じの真っ赤な感じで、あ、これも可愛い。こんな感じです。すごく真っ赤な赤リップっていう感じのリップですね。で塗ってるところも本当に質感がすごいね、綺麗に色ついてくれるんですよ。はい、ということでこんな感じになりました。いやー可愛いですね。やっぱり崖のメイクって本当に可愛いですよね。盛れる、めちゃくちゃ目元が印象深くなるというか雰囲気が出ますよね、赤いメイクって。今回結構色って使ってるんですけど、アイシャドウもマットだしリップもマットだし主張の激しくないソフトな柔らかい印象なので、こんだけ色使っていてもいい感じにバランスが取れて割と優しい印象のメイクに仕上がったかなって思います。春とか洋服とかもちょっと柔らかい色を使ったりとかすると思うので、そういう春コーデとかにも合いそうですよね。はい、ということで今回はですね MAC の新商品たちを使
使ってメイクをしてみたんですけど、これ上がる頃には全部発売開始されてると思うので、他にカラバリもたくさんあったりとかしたので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。それぞれアイシャドウ、チーク、リップとか一色使いも可愛いんですけど、こういった感じで二色使いしてみるのもいつもとまた違った雰囲気が作れるかなと思うので、よりメイクも楽しくなるかなと思います。はい、ということで今回はですね、チットチャットを久しぶりにやってみました。いつもと違った感じのメイクをチャレンジするいい機会でもあると思うので、何かこのメイク動画が参考になればいいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。